よし、セルガーデンがここだったかな。またた、セルガーデン移動。確か3分ぐらいは入れたはず。あれ、残り2分って書いてある。これなんだ。資源残り7つ。あ、これで探していくのか。どこだどこだ。しかも茨使えないし、アイスの引き換え券、アイスの引き換え券残り5つ。アイスの引き換え券どこだ。いやでもここにいないかもしれないんだよね。第2から第4つってたから。残り4つ、残り4つね。残り3つ、残り2つ。順調順調。なんか全然なんかどこをどう行ったか覚えてない。あ、ここ入り口か。残り1分ないな。あ、あったあったあった。残り1つ。アイスの引き換え券はなさそうだよね。おー、しげく回収完了したら勝手に戻っちゃうんだ。もしかしたらランダムでアイスの引き換え券が第2から第4階層のセルガーデンのどっかに出てくるのかもしれないけど、次は第3行ってみよう。第3階層のセルガーデン。まあいっか。よし、第3階層セルガーデン。ダンがいるという区画、まだいけんのか。廃棄区画、廃棄区画でいいのかな。確かダンがいるという区画は多分パスコードが必要だもんね。これは今度は上と下があるのか。これ落ちたらめんどくさそうだな。おっと、茨がないからね。やったったった。でこっから、お、危ない。ないないない。資源資源。お、資源発見。2つも発見。3つあったな、今。残り6つ。ここと、あと奥に1個あったね。残り4つか。どこだ、資源。あった。残り3つ。残り2つ。これ結構、あ、あと1つ。これ拾っちゃっていいのかな。まあ、いっか。回収終了。アイスの引き換え券なかったね。もしかしたら、ランダムっぽいな、なんか。2から4のセルガーデンにランダムで出現する的な感じかも。まあとりあえず第4階層のセルガーデン行ってみようかな。でまあ見つかんなかったらまた今度で。そんな、アイス食べたらお腹壊しちゃうし。あれ、開かない、開いてない。あれ、開いてない。ここじゃないのか。あっちか。いや、あっちは多分帰り道っていうか、
こっちな、こっちか。セルガーデンの入り口全部一番奥じゃないのか。これかな。そこだ、そこそこ。よし、トガビトアーカイブ保管区画。とりあえず普通の資源集め行ってみようかな。アイスの引き換え券あるかな。あった。すっごい分かりやすいとこにあった。あれどうやって行くんだ。なんだこの入り組んだ感じ。おっとっとっと、おっとっとっと。しかもこっちじゃなかった、どうしよう。あ、この上から行けそうだよね。ていうかすごいさ、とりあえずこれを取って、どうやって行けばいいんだ、あそこ。ここ乗っちゃったけど、あ、行けた、普通に行けた。よし、チョコミントゲット。で、まあ、とりあえず適当に資源回収をしようか。すごい入り組んでるな。なんかハリーポッターの世界みたいな。ハリーポッターではないな。あ、なんか怖っ。そういう感じ。残り1分。危ない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 わ。向こうはどうやって行けばいいんですかね。向こうに行くにはなんかこれ動くな。あ、落ちた。ちょっとこのね、ふわふわした感じ、キャラクターがすごいふわふわした感じなんだよね。どうなってる。ここでしょ、置いてでこうか。なるほど。あ、危な、怖いよこれ。え、これは、あ、違う、え、あ、終わっちゃったのか。びっくりした、今急に立ち止まったからびっくりした。まあでもアイスの引き換え券取ったから OKOK。ということは先におじさんに渡した方がいいな。話進んじゃいそうだし。三角を行った後タイミングよく、あ、読めなかった。よう、よう、おっさん、おっさん、チョコミンタージ、いい感じだろ。これなんか別の選ぶとどうなるんだろうな、一体。まあ、いっか、おいしいって言っとこうか。材料に薬を使うなんて。酔っ払うやつもいるのか、これで。あれ、これで終わり？他の味はないの？グッドニュース。また引き換え券落としたやついるの。これわざとじゃない？あー、第5から8だから今いけないな。よし、先に進もう。なんか何種類あるって前に言ってたような気がするけど忘れたな。6種類だっけ。でもこの感じでいくと第5から第8のセルガーデンにあるっていうやつで最後っぽいけど。よし、トガビトアーカイブ保管区画行ってみよう。通り過ぎました、誰か。怖い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 。あ、いけるいけるよ、これいけちゃうよ。これはね、
いけるかな、いけるかな、怖い怖い怖い。どっち、こっち来てる、こっち来てるわ。危ない危ない、びっくりした、近かった。ああ怖い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 。そこで止まんの、そこで止まんの。これ見えないよね、多分見えない。こっちやばいんじゃない、こっちやばいんじゃない。バレない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 、なんて盲目なんだ。見てる見てる、こっち見てる。なんてぬるいんだここの警備は。どういう動きをしてるんだ。あっちだかな、いやなんか どういう動きしてんのこれ。だお、そういう感じ、そういう感じで回っちゃう。ここはここ通れんの、ここ通れんのかい。で、あの人が多分前を向いて、よし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 、ゴール。はてな、伊達に天柱やってないからね。天柱全然関係ないけど。お、ベアトリーチェ、さすが先に来てる。あ、来たね。来たよ。この端末みたいよ。早速調べてみよう。そうしよう。トガビト名でチェーザレを探す。見つからないね。やっぱり記録ないのかな。それとも調べ方が悪いのかな。諦めちゃうの？そんな、もう少し考えよう。思いついたのか。さすが私のムック。該当の項目が2419件。そんなにあるの？そうか、ボランティア中の通信記録。なるほど。偽名で登録しててもお互いに呼び合うときは本名を使ってたんだ。記録を持って帰ろう。うん、データをユリアに解析してもらおう。これでベアトリーチェのお父さんにちょっと近づいた。ユリアン、これがベアトリーチェのお父さんについてのデータか。よく見つけたね。そうだよね、偽名で登録しておいた方が安全だよね。ごめんベアトリーチェ、そこには思い至らなかった。本名で登録しちゃったベアトリーチェ。じゃあ早速解析してみるとしよう。ピピ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 、できたよ。できた、早いね。どうだった？チェーザレって呼ばれてたトガビトの記録はある時でぷっつり切れてるね。でもロストじゃない、単に記録がなくなっただけなんだ。記録がなくなった。それとこのトガビトをチェーザレって呼んでるのは同じトガビトだね。だいたいいつも一緒にボランティアに行ってたみたいだよ。そして面白いことに、この二人が申請したボランティア半分くらいが同じシビリアンからの依頼なんだ。君たちこんなに同じシビリアンばかりから依頼されるかい。この三人には何かあるよ。何か別の目的で動いてたのかな。どっちから聞こうか。トガビトとシビリアン。トガビトからにしてみるか。トガビトはどんな人？レミージョ・キルアージ。レミージョ・キルアージ。うん。男の人。ロストした記録はないから。浮気じゃないのか。まだ生きてると思うけど。
最近貢献した記録がないんだよね。何？サボってるのか。シビリアンはどんな人？霞佐藤 D って名前の女の人だね。女の人。今はシビリアンじゃなくトガビトとして登録されている。あまりないことなんだけれどね。今は第6コードだ。第6コード？第6階層に独房があるよ。結構上の方だ。貢献記録は最近もあるからまだ活動してるようだ。コードが上だから今はこちらから会いに行くことはできないね。彼女に会うにはコードを上げるしかない。そうだな。ユリアンはどう思うの？この3人には何かがある。でもそれが何かは聞いてみないとわからないよ。男の人は今どうなってるのかわからないから、聞くなら女の人かな。笑った。あーごめん。いやね、ボランティアの依頼の仕方がまるで僕の妻みたいだなって思ってさ。あれを買ってこい、これを揃えろって矢継ぎ早に来るんだよ。まあ彼女なりの愛情表現だと思うんだけどね。要は構ってほしいのさ。それってその女の人って父さんに対して？うん、特別な感情を抱いていたんじゃないかな。特別な感…いや、そんな。で、あっ、しまった、言い過ぎちゃった。言い過ぎだよ、そんなわけないだろ。噛んじゃったし、よし外に出よう。ベアトリーチェを追いかけなきゃ。お父さんはそんな人じゃないよ。全然知らないけど。あれ、どこだ？ベアトリーチェ、あれ、ベアトリーチェどこ行っちゃった？あら、ベアトリーチェ消えた。消えたベアトリーチェ。下？皆さん、下、こんにちは。下いないね。生産計画規制されるからの、そんな分かりづらいとこ行ってるわけないしね。あれ、今のはあれでイベント終わりだった。必要なものは生産管理局生産維持部まで連絡の上、必要を受けてください。まあ、いっか。とりあえずちょっと戻ってみるか。階層移動、第4コード。なんか急にイベント止まっちゃったけど、第5コードに上がんないと進まない系みたいな。話す。あなたの、とりあえず独房に戻っ、なんか違うとこ行っちゃった。独房に戻って、第5コードに上がるための条件を解放させよう。ロードが長いよ。しかも違うとこ飛んじゃったし、もう独房、独房あった。あなたが自由を得るにはさらなる貢献が必要。進んだ、イベント進んだ。そのためにより大きな貢献が可能となる第5コードの取得を提案します。なるほど。しかしあなたは第5コード取得交渉の参加条件を満たしていません。条件を満たすため諸貢献活動を継続してください。なるほど。補助武装プラント成長レベル4使用許可ね。解放、解放。これか。ん、これじゃない。システム、これだ。1500足りるね。よし、解放した。これなんだ、特殊ボランティア。臨時で発行されるボランティアへの参加申請を出すことができる受付窓口。
ボランティアリストの特殊ボランティアが参加することが可能です。なんだこれは。自分のアクセサリーが略奪された場合もここでアクセサリー奪還ボランティアが発行されます。できるだけ早く助けに行くことをお勧めします。なるほど。天罰発生。あ、これで特殊なボランティアを受けられるんだ。まあとりあえずでもやらなくてもいいのかな。しかもあの難易度めちゃめちゃ高いし。そうだよね、更新と、しかもアルファ更新ってなんか強そうな感じ。取得せずに終了します。あー、そういうことか。とりあえず取得して終了にしようか。これでボランティアリスト、あ、これだ。特殊ボランティアに今のが追加されたんだね。でも絶対今の装備じゃ無理そうだから後回し。